私どもではの医薬品というのはあのよほどの状態であればあのおおご賞をお勧めする場合もありますけれどもほとんどは医薬品とかそうじゃなくって体を健康にしながら、えー、精神的にも健康になるような、えー、アドバイスをさせてもらいながらで、えー、まあさ我々が直接お客様に、えー、お手伝いできる部分が スカルプケア、頭皮のケアですね。頭皮,が頭皮が正常になってくれば大体いい、まあ、髪は生え、はい、始めるわけですけど問題があって頭皮が正常でないそのために、えー、抜け毛が増えて生えてこなくなるというでまあ私どもは、えー、非常にその健康まあ今あの医薬品の一部で、えー、副作用 とか問題になっておりますけれど、まあ、私どもはそ,のそうじゃなくてどんどん健康になりながら、えー、髪も生えてくるという非常にいい形でで発毛促進ができると要は例えばその「臓毛」とか「えー、育毛」とか「食毛」とか割とそういう言葉が結構判断しているんでなんか発毛もその中の一つみたいな理解のされ方。 をしていいる方が結構,結構多いです、ね、まあそれとあとはあのトラブルを普通に髪が健康な人の場合は割とこう信用してくれるって言います岡おさんすごいね」って「髪生えんだよな」って「生えますよ」って「すごいね」っていうそういう話になるんですけども悩んでる人がやっぱりなかなかその素直に受け止めてもら,もらえないっていうか。 そここたいところですね実は悩んでる人に <laughs> 理解してほしいんですが <laughs> 悩んでる人の方がどちらかというと疑心暗鬼入るわけないのにあいつとか初詣とか言ってみたいな、えー、どういや分かるんだみたいなところが <laughs> まああのーまあ、今もやっぱりそういうふうな見方をされるケースっていうのは少なからずあると思いますね。人間の本気って私すごいなって思うんですね本気っていうのが。 あの本気になれるかどうかっていうのが私はすごく大事じゃないかなと思うんですね。人間っていうのは本気でやると大概のことができるなって思うんですね。これはまあ板金っていうのも好きじゃなかったですけどもあのお客さんに喜んでもらえる仕事ができてましたし、まあ、クリーニングもわけわかんない状態からうん一応予想よりも。 料金倍ぐらい頂い,いてもお客さんが増え続けるみたいなこれもあの分かってたからできたんじゃなくて技術があったからできたんじゃなくて本気で取り組めばまあ道は開けるっていいますかね本気度っていうのはすごく大事だと思うんですまあそれからえ素直が大事ですね。少しぐらい人に騙されたって まあまあ大したことないと大きな損をしなきゃですね大胆取られるの嫁さん取られるっていうのはまずいと思うんですがまあ多少騙されるぐらい素直な方が、えー、うまくいくんじゃないかなまあ、えー、素直と本気と感謝があの非常に大事だなと思います。う をイットランドクエにおいては、えー、マネジメントとリーダーシップがまあ、要かなと私思っております、えー、一時的にお金まあ儲けて一時的にうまくいったみたいでもやっぱりリーダーシップがないと強い組織はできにくいんじゃないかな要領だけでいい人が集まっていい仕事ができるというのは難しいと思いますねやはりトップのリーダーシップは絶えず問われるじゃないかなって 思いますでまあも,、ね、もちろんマネジメント能力がないと運営っていうのは難しくなりますけどまあ事業経営っていうのはこのマネジメントとリーダーシップが車の両輪かなと思います。で、えー、リーダーシップっていうのはばらしてみると素直と本気と感謝がどれぐらいしっかりと身についているかだと思うんですね。これがリーダーダシップを養う 元っていうのは素直と本気と感謝この三つが要かなと思っておます。まあどちらにしろその信頼を売るっていうことがやっぱりえ組織企業の組織を強固にしていくっていうことはやっぱりそうリーダーシップがあってのことかなと思います。うん、まあだからえ元元をたどってみると素直と本気と感謝 まあ、非常に大事なところこの辺がないとよりよく言ったてどっかで使えている事例っていうのは世の中にたくさんありますので、まあ、そういったものを今し目にしながら原点を忘れないで素直と恩恵と感謝いつまでもしっかりとこうなくしちゃいけないなって思いますんでまあ,あの何か事業とかいろいろ考えられる人にはあの目先の欲 目先の成果じゃなくてやっぱりこう人生とか長いスパンで得をすればいいわけで目先の小さな損はまあむしろ多い方がいいかな小さな大きな損はつ <laughs> らいですけれども小さな損をすることでどこかでそれは大きな得になって帰ってくる有利なまあそういうことを私も何とか体験の中でもあるんですけれども。 うん、あまり目先のことだけにとらわれると先が見えにくくなるんじゃないかなとだから基本的な考え方としては、まあ、小さな損はたくさんした方がいいんじゃないかっていうふうに思います。